ごぼうスティックを作ります。ごぼう 50g、 25回ぶんぶん引っ張ります。薄力粉 100g、 砂糖 30g、 塩小さじ1/4、オリーブオイル 30g、 いりごま適量。20回ぶんぶん引っ張ります。生地が容器の側面につく場合はヘラ等で落としてください。ぶんぶんした生地をラップに包み 0.5 ミリの厚さにします。0.5 ミリ幅に切ります。クッキングシートを敷いた天板の上に間隔を空けて並べます。180度に予熱したオーブンで20分焼いたら完成です。